花子さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。突然始まりましたね。はい。始まりました。今日は始まりましたね。今日はどうするんですか。今日はまたブーツじゃなくてスニーカー履いてますけど。はい、はい。今日はどうするんですか。今日は走りますか。走る。はい。どこを。どこだろうこれ。どこかな。どこを走るんですか。ちょっと山の、はい、山の中を。山の中。はい。トレイルランニング。トレイルランニング風。風で。風で行くってことですね。行きたいと思います。はい。はい、じゃあすごいここ草がすごいですね。もうですね。じゃあ行きましょう。はい、本日はこちら犬山市の、クリスら辺にある太平山ルートは行かなくてこっちの道に行きます。こっちはあのクリス遊歩道で結構山登っていくような感じですね。東海遊歩道になります。もう最初ちょっと走っただけできつい。今日のコースはだいたい1時間ちょっとぐらいですかね。はい、多分高低差300メートルぐらい。まあ緩いトレランっていうよりもザ・トレランだと思います。はい、はい、どちらの階段コースがたくさんあるんで、はい、そこを一気に駆け上ることができれば優勝できますね。駆け上ることができるでしょうか。はい、ということでコースを紹介しながら、はい、行きましょう。行きましょう。ここまで何分くらいでしたかね。今まだ2キロぐらい。何のお手伝いをしましょうか。2キロくらいか。ちょっと2キロぐらいで。あ、ずっと登りつつ。今15分ぐらい走ってきましたね。一応こういった看板が所々にあるんで、とあとこれがこの辺の、地図ですね。今から行くところはこっちの道ですね。はい、めちゃ急から始まりますね。はい、じゃあ頑張って行ってきてください。行ってきます。よし、行きます。花子さん、はい、
ここまで 2.5 キロ、はい、大体20分ぐらい走ってきました。はい、始まりましたね。ありましたね。階段時刻が。この階段。ちょっと近くまで行って。めっちゃ長いぞこれは。今からこの階段を ありました。先が。先がなんだろう、見えないのかな。行ってみましょうか、一発目。一発目。はい。よし。行きます。はい。上まで。上まで駆け上がってください。一気に。はい。よし。よーい。花田さん、2本目の階段来ましたね。やってまいりました。こちらももう上が見えません。やば。はい、じゃあ位置についてください。はい、やばいな。よし、はい、レディーゴー。花子さん、本日3本目、やってきましたね。もうすぐ吐きます。やば。次は、上から、上で待ってます。やばいやばいやばい。はい、上までノンストップで来てください。はい、2本目は、途中で確か力つけたと思うんで。じゃあ、上で待ってますんで。はい。はい、まだまだ。力尽きましたか。山頂です。景色が綺麗です。光が差し込んでますね。ノービ平野が広々と向こうまで見えます。そんな中、花子さん、階段ダッシュ、あ、4本、3本、3本、山頂着きましたけど、きつい。喋りませんね。喋りませんね。きつすぎて、今日のルートを選択したのは私でした。はい。
いやきつかった、あとは下りなんで怪我のないように下りましょう。はい、休憩。はい、休憩です。はい、お疲れ様でした。暑い、約5キロのコースを1時間ですね、はい、まあ、途中険しすぎて走れないところが多々あるんだよね、はいはい、なかなか高低差約300メートルぐらいあったんですけど、最後足がもう上がらなくなりましたね。いや上がらなくなりましたね、はい。今が10月の半ばになります、はい、もうあと1ヶ月でもうブーツ履いて始まりますね。雪上来るんじゃないかと思うんですけど、はい、あと1ヶ月しっかり追い込んで、はい、まずは怪我のない体作り、そして戦える体に、そうですね、あと1ヶ月で仕上げていきましょう、はい、いきましょう行きましょう。じゃあ今日はおしまいです。